はい、どうも、こんにちは。はい、ベリアルの坂上です。さっき言った、ね。はい、カムエンターテインメントレギュラーです。はい、俺がよく振りを忘れるので先に言われちゃいました。はい。さあ、今日はなんですけど、ちょっとこれ紹介したいんですよね。このジャーマンメタル。ドイツ のメタルって、まあ、世界最高峰なんかな、なんですけど、その、ドイツの、いわゆる、まあ、僕らのヘビーメタルとかハードロックとかいろんな言い方しますけど、はい、ドイツの、ハードロックなりその、メタルの歴史みたいなのが書いてあるんですけど、実はこの中にたった一人、うん、日本人が載ってます、はい、ドイツ人ばっかりが載ってるはずなのにお一人だけ載ってまして、サエコって、ね、書いてあるんですけど、はい、まあ、日本人なんですけどね、バリバリの関西弁です。はい、めちゃくちゃ面白い人なんですが、日本人で初めて、ワコンいうメタルの世界大会みたいなのがあるんですよ。すごい大きなイベントがあって、なんていうんですか、オープンエアの会場でもの何万人も観客がいるみたいなところで、みんなハードロックのステージやるっていう、そこに日本人の女性ボーカリストで初めて出演したっていう、ちょっと伝説的な女性なんですけどね。はい、ボーカルでやってんの？ボーカリストです。はい、はい、そうですね。一回ほんまに生で僕彼女の歌をなんとカラオケスナックで聞いたことがあるんですけどよう分からへんだけど、なんでかってカラオケスナックに行く流れがあって、で聞いたんですけど、すごかったのがマイクをね途中で外したんですよ。外して歌ってんねんけど、まあまあ広い店内のガラスの窓がビーッとこう震えてたっていう、彼女の歌声ですごい声量でした。あ、これが世界なんだっていう、世界のステージ上がる人ってこういう声なんやって、すごいちょっと感動したの覚えてますけどね。はい、すごいですね、世界で、ね、活躍してる、ね、そうですね、はい、なかなかその実力がないといけない世界に彼女は上がってたのですごいな。日本人でね、ちょこちょこ、ほんまにちょこちょこいろんなとこでこうね入れてありますね。まあね、それこそのベイビーメタルとか、そのいろんなね、ちょっとアイドルっぽい形で入っていった人とか、まあ、いろいろいらっしゃいますけどね。ほんまにそこでポコッといけるっていうのはすごいですね。何よりですえげつないのが、彼女は私はこれだって決めたと思ったら単身ドイツに乗り込んで、本当に誰も知り合いも何もないのにドイツの街でビラ配りながら、私はボーカリストなので歌える場所とか歌わせてくれるプロデューサーとか探してますっていうのを書いたやつをこう配って、でそこで出会った、プロデューサーがすごい有名なミュージシャンだったみたいな。そういうところからだんだんと向こうで、レコード会社と契約したりとかっていう形で上がっていったんですよね。やっぱりね、すごいことをしてはりますよね、やっぱりね。だからね、行動力がないとやっぱり、やると思ったらやるという、その行動力だけで本当にこの人突き進む、いやだけじゃなくて、もちろん実力もあるんですけどね、それがないとまあ無理なんですけど、本当にそれで、世界行っちゃったという。すごい人なんです、はい、彼女は。まあ、たまたまこれは僕が所属してる OBP アカデミアというコワーキングスペースが京橋の方にありまして、ツイン21のビルの9階にあるんですけど、そこで、たまたま出会ったというか、まあ、スタッフさんにこう繋いでもらったんですけど、で、それからまあちょっと仲良くさせてもらってるんですけどね、まあまあ今日はなんとその、サエコですね、まあ、実は映画よしおのね主題歌を歌っていただいてたりとかもするんですが、まあ、彼女にですね、今日はちょっと配信の方にゲストで、お呼びしたいと思ってまして、今からねお呼びしようという流れでございます。まあ、時間になったら後からね。はい、という感じですね。はい、メタルの世界っていうのもね、結構奥が深いというか、意外に何やろ、悪魔や何やとかって言うてるような、なんかそういうイメージってあるじゃないですか。そうですかね。なんかデスメタルの方がなんかちょっと有名というか、日本の中では結構そういう色物扱いじゃないですけどね。僕ね、ちょうどたまたまかもしれないですけど、僕の、中学時代はヘビーメタル一回
外ものすごい流行ってるんです。はい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 。うん、あの日本でいうとラウト、はい、ラウトですね、はい、アッシェ、はい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 、で外国というか洋楽でいうと、うん、何やったかな、モトリー・クルーとか、うん、あとワスプっていうのもあった、あ、ワスプありましたね、はいはい、であとはあんまり有名どころはあるんですけど、あんまり聞いてないんですけど、うん、そのあたりのやつすごい聞いてましたけど、ね、はいはいはい、へえ、あ、聞いてたんだ、聞いてましたよ、へえ、でギターとかやっぱ流行ってて、うん、でまあ僕はギターやってたんですけど、ヘビーメタルやる、ギターやってた、ギターやってますよ、うん、ヘビーメタルやるか、うん、パンクやるか、あー、パンクね、ヘビーメタルとか、はいはいはい、なるほどなるほど、でしばらく僕ヘビーメタルやってたんですけど、うん、難しくて早弾きがすごいじゃないですか、はいはいはい、ほんでまあそれが難しかったからじゃないんですけど、うん、でどっかで僕パンクの方に転向したんで、うん、はいはいはい、でまだね、あのボーイってあるでしょ、あ、ボーイ、はい、もう今はないです、はいはい、ボーイ昔パンクやったんですよ、うん、ボーイって、なるほどなるほどなるほど、はいはいはい、であれ流行りだしたのが多分、うん、ノーニューヨークっていう曲で、はい、多分資生堂かなんかの口紅の、はい、ありました、ありました、ありました、はい、でやっぱ皆さんが知り出したのは、うん、多分もう僕らも高校行ってからの、うん、マリオネットとか、あの辺の曲から結構ポップな感じ、はいはいはい、曲だと思うんですけど、はい、もともとはこうパンク系のあのその他にもラフィン・ローズとか、あとケンジっていう、はい、ケンジ&トリックスとかね、はい、そういうようなあのパンク系のやつとか、はい、いろいろ流行ってて、まあ、そっちの方のバンドとかもやったりしてたんですけど、ヘビーメタルはねその時期に結構聴いてましたよ、へえ、うん、そうなんですか、まあ、彼女はだからねハロウィーンがすごい好きらしくて、うん、その、まあ、あのジャーマンメタル あの、うん、すごい大御所になっているんですけど、はいはい、でそのハロウィーン あのもうアルバムを聴いてこれだと思ったらしくて、うん、まあ、そこから始まった人なので、まあ、その辺でドイツに行っちゃったっていうところも多分あるんですけれども、うん、まあ、その辺の話は、ご本人から、そうですね、詳しくお聞きできればと、まあね、あんまピンとこないんでね海外でみたいな、でそうですよね。この辺はちょっと聞きたいね。うん、いやだって、うん、その日本の中でも音楽で飯食って大変じゃないですか。うん、そうです。でそれが海外出て行って海外で音楽で飯食ってそれも大概難しい話だと思うんですけど、すごいです、本当にね彼女の行動力はまあすごいな、うん。やっぱもう並大抵の努力ではね、うん、やっぱ通しないと思う。うん、いや本当にそうですよね。やっぱそれがでもね多分言ってはる人は当たり前にやってはるわけで、うん、そこがやっぱりこう。なんかこうちょっと聞いてみたいな。ああ、そうですよね。なんて言うの、こうこれってあったとして、それをやるというところにやっぱ背中を押してくれるものがあるのかないのか、それとも自分で踏み出そうとするのかって、これ全然違うと思うんですよね。背中を押してくれるの待ってたっていつまでだったら誰も押してくれないですよね。だからその辺この自分で踏み出していく人たちってどういう感覚で踏み出してるのかとか、そういうのは多分皆さんも聞きたいところなんじゃないかなと。例えば結果ですよ、結果がこう、まあ、それぞれで、ね、結果の取り具合が違うじゃないですか、まあ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 、まあ、やっぱ結果がなかなかこう現れへんかったらどっかでこう挫折しちゃうとかってあるんですけど、やっぱそういうところでその、ね、やっぱ結果がついてくるっていうか、うん、見えてやっぱりここまで来たからまたもっと応援しようっていうのがどん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 その活力になっていくと思うんで、まあ、そういうところをこう多分もう想像を絶するぐらいのことやってあると思うんですけどねまあ、あの彼女の場合はね、その、まあ、思想という言い方をするとちょっと誤解を招くんですけど、うん、そもそも歌そのものもあの、まあ、もちろん彼女が全部自分で作ってるんですけど、うんうん、その歌を作る時になぜこれを作るのかっていうコンセプトからちゃんと彼女は作ってるタイプなので、うん、何やろ、今回のやつも世界をそのアルバムの中で表現するということで、この歌はドイツの歌とか、うん、この歌はどの国の歌とかみたいな感じで、それぞれ今の、世界の情勢の中のこの国に当てた曲みたいなのを作っていったらしいですよね。またその辺詳しい話を、うん、そうですね、今日って歌ってくれるんですかどうなんですかねそれは、うん、聞いてみないと分かんないですけどね、はい、あのカペラとか、はい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 、ちょっと歌声は聞いてみたいですね。いやでもねすごいですよ彼女の歌声は、うん、僕が一番びっくりしたのはあのカラオケスナックで聞いたのがやばかったですからね、あれはね、うん、あのビリビリと彼女の歌声で
窓が震えるというのをもう体験したんで、あれはちょっとすごかったので、今日は何でしょう、このパソコンが震えるかどうかわかんないですけど、ビビッときちゃ絶対来ますよ、画面越しにこう電波を その前にマイクがやばいかもしれないですけど、はい、ぜひまたそれ体感していただければ嬉しいなと思うんですけども、ね、はい、はい、じゃあそろそろ登場していただきたい、はい、じゃあ呼んでみましょう、よろしくお願いします。こんにちは、こんにちは、ね、そちら今はどこに今いるんですか。ドイツです。ドイツの村あのお名前と自己紹介をさっきちょっとやってもらいたい。あ、ね、だからね、よく言われるんですけどね、自己紹介難しいんですよね私ほんまに、はい、なんかね、いろんな、なんやろ、いろんなことがありすぎて、ありすぎるよね、ありすぎるよね。うん、でもまあ唯一、例えば一番短く言われたらやっぱり、うん、世界最大のヘビーメタルフェスティバルと言われているバッケンオープンエアというものが、はい、ドイツで毎年開催されておるのですが、はい、一応そこに日本人というかアジア人か、はい、女性として初出演した人です。なんか今一応分かれて、まあ世界最大とか初、アジア人初っていうことで、ね、はい、アジア人女性初っていうことで、なんとなく理解して、はい、ください。はい。今パソコンでやってんの？そうです。あの、まあスマホで撮った方が可愛く撮れるかもしれない。いやいや、全然そんな。はい。ドイツは今何時なんですか？朝の9時半。そう、9時半。こっちが今16時40分。うん。はい。まあ、大体に7時間ぐらい。こっち、あの、なんかヨーロッパの人って、あの、まあ、ヨーロッパに限らず多分他の国も大体そうだと思うんですけど、うん、朝シャワーするんですよ。はい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 。はいはい、で、なんか私、なんやろ、うん、結構ね、ドイツの前とかもオランダ住んどったりとかして、それもなんかこう共同シェアハウスとかに住んどったりしたんで、はいはい、なんかもうその生活サイクルがしばしたらのサイクルになってるから、はいはい、朝シャワーするんですよ。うん、だそういう意味も込めると、うん、9時半は結構きつかったっていう。なるほどね、なるほどね。はいはい、でもまあ頑張って、だから朝ごはん食べてないんですけど。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ね、どうなんですか、そのドイツは。ちょっとなんか緩和されたとか聞いたけど。なんかちょっと ね、うん、あのね、ちょっと前までは、なんかもう本当に、うん、スーパーと、うん、薬局以外は全部閉まってたんですよ。うん、はいはいはい、何もかも。うん、で、まあ、基本意味の、不必要な外出は控えるようにって言われてて。うんうん、でだなんで、まあ、そのスーパーに買い物行くときだけ、うん、あの外に出てとかに、でもほとんど人いなかったし、それが、まあ、1週間、2週間ぐらい前かな、うん、から、まあ、ちょっと時間営業時間は短いけど、店によっては空き出した。とはいえ、なんかその 1.5 メーターを空けてくださいとかで、レジ前とかはテープ貼って、はいはい、するんですよ、ちゃんとそのラインで並んでください、ね、だから、ちょっとしか人おらんで、もうやたらめっちゃ列ができる。なるほど。うん、で、まあ、もしかしたら店によっては、あのその店内に入る人数を制限してるのかなんか分からないんですけど、ある時朝、あるドラッグストアに行ったら、ドラッグストアの入り口にその 1.5 メーター大きくらい人が並んでるから、はいはいはい、多分なんか一人出たら入るとかなってるかなと思って、その日はなんか、ここに並んでるで入れてるわと思って10日ぐらい前とかそういう店が開き出したから、うん、おこれはチャンスやと思って、とにかく運動不足やなと思ったから、はいはいはい、でもあんまり外行けないし、うん、ヨガマット買おうと思って、うん、でなんか近所のスポーツ用具屋さんがあるんですよ、うん、そこ買いに行ったらもうそこ売り切れてた。へえ、多分ね、みんな同じこと考えてる。多分みんながヨガマットを買いに殺到した。はいはいはい、はい。でそれからあとなんかその5月になったら入りますって言われたから、しょっちゅうそのショーウィンドウにいつもヨガマット置いてたんですよ。うん、なんか見に行ってんねんけど、いつもヨガマットないから。へえ、なるほど。そんな状況。あとはだからそのレジ前とかもみんなこう
ガラス板貼ってて、うん、ああ、はいはい、みんな直接喋らへんように飛沫飛ばないよね、はいはい、うん、であと何やろ、あとはやっぱりそのレジの人とかは、うん、あレジの人だけじゃなくて今ねその、うん、緩和されたは緩和されたんやけど、うん、それと同時にあのマスクが義務付けられたみたいなので、はい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 、義務付けられたら言うても外歩くだけやったら別にいいんですけど、店入る時とかは、うん、絶対しなかった。マスクがないと入れなかったりとかするのね。そうそう、入れなかったですし、うん、店舗におったらなんかそのマスクだけじゃなくて、うん、あほんで大体店舗の入り口にあの消毒液とか置いてあるんですけど、であの入り口はここ、出口はここで分かれてる、うん、多分こう対面でこうすれ違わないように、はいはい、で、あと店によってはそのスーパーとかやったらでっかいカート分かりますかね、日本であんまないんやけど、はい、あるある、うん、アメリカの映画とかで出てくるやん、でっかいカート、うん、あれを必ず一人1個持ってくださいっていう店もある。それはまあなんでやろうと思ったんやけど、まあ、あれ持ってたら絶対一人1個持ってくるからかなと思って、うんうんうんはい、なるほど、うん、なんかそれをどんなに1個しか買わない人でも持って入ってくださいっていう店とかもある。でほんなマスクは基本してないんですか皆さん。いや、入るときはしてる。入るときはしてるんですね。外歩くときはしてない。なぜなら、言うても村ですから、そんなに日本で村外歩いてるとき、自然と舐めだ巻いてますやん。あ、はい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 。他の人と。はい、で私は一応乗って出てるけど、そこでわざわざつける必要性はそう感じない、うん。店の中はちょっと一応って思うけど、うん、人との距離がまあちょっとって思うけど、道歩いてる限りは、そんな日本みたいに人密集しないですからね。なるほど。こっち、なんか外国来たらわかるけど、うん、あの外国なんか大都市でさえも日本みたいに人は密集してないから、こんな村やし、さらに今コロナやからみんなどっちかっていうと控えてるし、はい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 、もうそんな道ですれ違う人なんかほんまみんな遠い距離やから、うん、ほとんどいらないんだよね。うん、まあそれでもしてる人はいますけどね、やっぱちょっと心配。ちなみにその村は人口何人ぐらいの村なんですか？3万人。ああ、3万人か。でもな、これほんま村ちゃうねん。こう村言うたら怒られる。この地域では一番大きな都市やねん。ああ、そうやけど私にとってはもう村やからだってそんなん電車に乗らないとスーパーが1個しかないって村やと、うん、なるほど。あ、電車乗ってる。でも電車も単線やしな。はい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 。ほんで1時間に1本とか。なるほど。都市って言うか。で、もちろん無人駅やしね。はいはい、あ、無人なんですね。へー、それ都市って言うか。浮かびやか。でも私の中でもここは村や。でどうなんですか、ドイツは結構車社会とかじゃないの？いや、まあまあそれはスイスとかと比べたら車社会だと思うけど、基本的にでもなんかその日本みたい、だから日本は各、うん、なんていうの、大都市と地方都市の差がありすぎねん。うんうんうん。でヨーロッパとか行くとどこも大都市もそれなりのでかさで、うんうん、そんな東京都みたいなバカでかくないのよ。うん、大阪とかみたいに、はいはい、あんなバカでない都市どこにもないのよそうなんや。そう、あんなに一応以上にみんなで集まってでかくせんでいいのよ。それよりこう中くらいの都市をみんなこう分散してあるから、はいはい、なんていうかな、どこの町でもそんなに本みたいに車がうわーってなったりっていうのはあんまり見ない。あ、そうなんや。へー、だってもう絶対日本なんか、まあ私はいつも思ってるよ、東京に全てを集中させすぎや。あ、確かにね、うん、それはありますね。ほな、もういろんなとこにこう分散させした方が絶対人の生活なんか、うん、クオリティが上がるような気がする。うん、うん、地方の人もまだいちいちなんかほら面接受けに行くやなんやとか、うん、なんやろな、テスト受けるやとかなんやとか、東京行かなあかんやんか、うん、なんかどうなんていうのそのヨーロッパが長い人間としては、はいはいはい、なんでそんな必要以上にみんなに知る東京にかなあの、まあね、でもこのコロナでその密集するのがっていう話になってきてるから、あの逆に
それこそそのいろんなものを分散させようという動きは加速しそうな流れはちょっとできそうですけどね。うんうん、だけどそんなまあドイツやったらベルリンが一番でかいとはいえね。うんうん、他の都市もまあそれなりに大きさあるし、うん、あの都市といわれるとこはハンブルクとか、うん、あのハノーバーとか、うん、なんかや、うん、なんかちょっとな日本が大都市と地方都市の格差が、はい、格差がね、だからあんなに人が密集して都市にね、うんうん、でも救急詰めになるやろうで、うん、いいじゃん。こっちはそんなことはならへんから、うん、だからまあ、なんやろ、それほど、ほんま村やったらなおさら人はそんなにいないので、うん、外歩くときは、それほど、まあ、遵守してマスクをしてる人はいないような気がする。なるほど。それでは、いつもの映画コーナーですね、高橋さん、はい、呼んでみたいと思います。高橋さん。はい、高橋です。昨日も見ていた高橋です。こんにちは。さあ、今日はどんな感じですか？ズームになりましたね。あ、慣れてきた、慣れてきた。うん、で、前回に、はい、ペコロスさんにアイニクを。はい、ペコロス、はい、はい。はい、その、ちょっと流れで、はい、はい、流れで、はい。はい。かなちゃんの味噌汁ですね。はい。これ、監督が久米さんで、はい。前回のペコロスのプロデューサーですかね。いや、ね、脚本ですね、脚本ですね。脚本ですね。はい。はい、その方は、その次に、監督者さんって言うんです。はい。まあ、若くしてね、お母さんが亡くなるんで、はい。娘に、あの、味噌汁の作り方を、はい。教える。はい。感動作品。はい。広瀬涼子さんがね、主演で滝藤健一がお父さん役で、はい、はい、広瀬涼子良かったですね、これね。ね、良かったですよね。で、あとあれですよね、主題歌歌ってらっしゃる人とようさんもあのお姉さん役で出演してるんですよね。はい、そうです、そうです。だからピコロスも人とようさんがね主題歌やって、そう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 。あ、そうなんです。そうなんですよ。人とようつながり。人とようさんですけれども、はい。っていうね、そうですね。赤井秀和さんとかも実は出てて、そうですね。はい。ちなみにこれあの今皆さん家で料理するのが多いでね、はい、はいはいはい。それも踏まえて、うん、はい、見ていただいていいかなと思います。ああ、はい、なるほど。あ、だからあれなんですよね。その広瀬涼子さんがやってるお母さんがその娘に、うん、その無添加というかね、はい、あのちゃんとした、うん、あのご飯を食べないとがんになっちゃうからっていうので、その、はい、ね、味噌汁の作り方をね、はい、そうです、はい、非常に広瀬涼子さんが作った好きな作品です。はい、はい、です、はい、じゃあまたこれに関してもう一本いきましょうかね。はいはいはい、お願いします。あのワンパターンすぎるんですけど、はい、これ人とようさんって、はい、人とようつながりきました。はい、はい、これママご飯まだって言うて、はい、見てるんですけども、はい、これ、あの、人とようさんのお姉さんの話。はい、ああ、はい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 。だから、これにも、あの、人とようさん出るんですけども、うん、誰かも出るんですけど、はい。結局、台湾の、もともと自分たちの親の味を求めて、はいはいはい。先ほどのも、母親と娘の味を追求する映画でしたけども、はいはいはい。これもよく見たかった。おー、はい。台湾の兄弟ですね、お芝居2人が。はい。味を求めてっていうところの話。これ主演誰でしたっけ？木南遥か。そうですね。木南遥かね。はいはい。はい、まあ、結局彼女もね、演技力ある女優さんですからね。はい。だから彼女がとお姉さんのやつですね。はいはいはい。さんのやつですね。で、結局本人も人とようさんも出てる。はいはいはい。俺ね、映画館で見なかったんですけど、ね、はい、あれどこやったかな。元町映画館かなんかの、あの、はい、予告編かなんかで見ましたね。なんか監督の時の重なったんですね。そうそうそう、時期がね、はい、はい、だからこれだから見てるんですけど、うん、監督はこれ白浜監督って言って神戸のお住まいの監督、はい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 、ブタさん。なるほど。なんかね、一緒の人が作ったような感じの映画なんですけど、うーん、うん、お前あのね、向こうも
の先の作品も良かったですけど、これは非常にいい作品になって、はい、絵がねすごい綺麗でしたね。僕印象残ってますね。それあ、お会いしましたよ。あのジュースの時は舞台来はった。あ、そうなんですか。僕全然行けてないだけですけど、はい、へえ。結婚してありますね。そうですね、はい、こんな感じ、はい、なみんな今が今ね、ご飯はやっぱり家でよく作りはるんで、そうですね、はい、その辺あの見てほしいなと思います。やはり女性ばっかりで あまり男の人出ますね、これね。あそうか。どういう例が、やはり女の人が多いんだって、男の人はね、昔からよく言われますけどね、食べる人ですね、差別は。昔、そうなんだなと思う。はい。そんな感じです。なるほど。了解です。監督もよく 見られてますね。いや、見てると、まあまあまあ、あのそれはちょっと予告編でしたけど、まあ、花ちゃんの味噌汁はちょっとね、あの監督が知り合いやったんで、ちょっと見とかなあかんから 、はい、見ましたけど、はい、でまだ長崎であのなんか映画作ってあるみたいです。あ、みたいですね、はい、まあ、長崎ですね、皆さんね。いや、ね、阿久根さんは博多なんで、あの長崎ではないんですけど、はい、まあ、僕はちょっと長崎関わりがあるんで、そうですね、監督も関わりあるんで、はい、はい、これも配信とかで見れるところがあると思いますんで。ああ、なるほど、そうですね、はい、ちょっとまた探してみてみたいな、そうです、ね、台湾料理で、はい、皆一度夜食を作ってみてください。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ、どうも今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということですね、はい、さやこさん、はい、いろんな話をしていただいてはい、でもすごいですね、ドイツとつながって、ね、ここで喋れる、ね、なんかすごいなと思います。普通に喋ってましたからね、はい、普通の会話ができてましたからね。すごい時代になりましたね。いや、時代もすごかったし、うん、あのやっぱり、最後のキャラクターは強烈やなというのは、うん、あのね、あの本当に時間があったら、はい、結構ね、あの時間があれば、ね、もっといろんな話を聞きたいですよね、うん、そうですね、また音楽、何の音楽始めたと、はいはいはい、話ね、はい、さんのルーツというか、はい、まあ、アルバムとか出たらまたその辺もね、まあ、あの一番2枚があるんですよね、あります、あります、ね、その辺また宣伝していいんであればね、いやだから、吉尾の主題歌に使わせてもらってるのもその前のアルバムの中からの1曲なんで、うん、はい、全歌詞英語なんですか。全歌詞、あ、はあはあ、でただ、2枚目のアルバムの最後のボーナストラックだけが日本語の曲が入った、日本語の歌詞の入ったあの曲が、桜っていう曲があって、まああるんですけど、それを、何年前かな、数年前にクラファンやって、あの本当は権利が向こうのプロモーターにあったんで、それをまあいろいろ取り戻したりとかして、リリースを再リリースをしたみたいな。まあまあ、またその辺の話も聞かせていただければね、まあまあ、かなりあれなと思うんですけど、いろいろ聞いていくと面白い、そうですね、面白いと思います。もうザ大阪でしたねもうだからドイツで喋ってるのに大阪弁でずっと喋ってるからね、おばちゃんでしたねおばちゃんって言ったら気にするから、ね、気にするから大阪のお姉ちゃんですね、そうです、うん、なんか楽しい、はい、面白い方ですね。いや、あの本当面白い人で、ただ日本に帰ってこられたらね、うん、ぜひぜひまたあの時間があるときに来てもらってあの彼女と あの超あの印象的な出会いというか、うん、そういうのもあったりとかするんでまたその辺お話できたらなと思います、うん、そうですね、まあ、また本当に何やろう、ね、生で来てもらって生で歌ってもらって、いやもうね、歌ってほしいな、そういうライブ系とかね、もうね、あの人歌うんやったらマイクいらんもんね、うん、いや、もうそういうライブで全然OK だと思います、うん、まあ、もちろんこの空間なんでね、うん、まあ、話して全然、いやもうあの普通にちょっとしたホールでもあの人ノーマイクでいけるぐらいなんで、声量はえげつないですから、うん、はい、はい、そんな企画も立てればいいかな、はい、ぜひぜひです、はい、ということで、まずは今回ちょっとあの内容的にはあのちょっと長いんで途中で切ってますけども、はい、また次回、楽しみにしていただければ、続きをお楽しみにお待ちください。はい、はい、ということで今回はどうもありがとうございました。ありがとうございました。